ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。僕は私はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。昨日あんなことなければもうすぐ帰れた。サボってんじゃないの。ついてるよな。はい、その後またすぐ大変な仕事を今直します。これも一元私はこのバスに乗って就職面接を受けるため、ある企業へ向かっているの。今、水田公園前。水田公園前、降りになる方は次で降りなきゃ。ってください。はい、地震？強い揺れって？私はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、私は どうするのかしら。正直言って今はわからない。
丈夫か？名前は言えるか？とにかく早くバスから離れろ。スタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている私は一体何をしてるんでしょうか。ずいぶん早い昼ご飯ですね。そうですね。こんな時間にお弁当を食べてるなんておかしいですよね。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て私は、いい味出してるわよねこの親父、しびれるわ。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人は頑張ってもらいたい。私のようにならないように。はい、倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。
周りの状況に注意してお近くの公園などの開けた場所に避難してください。それでは地震情報です。震度7が川瀬県翡翠市山目市、震度6弱が川瀬県西部北部、震度5が川瀬県東部、震度4が福崎県東部、富島県西部、その他山坂県南部でも震度3を観測しています。今大きな揺れを感じました。先ほど強い地震があり、今も余震が発生しました。 GZ ラジオのスタジオでも大きな揺れを感じました。非常に大きな地震が起きました。まだ情報が錯綜していますが、震度7が川瀬県南部の翡翠市山目市です。ありました。震度7が川瀬県南部の翡翠市山目市です。今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。それでは地震の情報をお伝えしてまいります。こんなことに今後大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。先ほど川瀬県に震度7の非常に強い地震がありました。今後も大きな余震が発生する恐れがあります。身の安全を確保することを最優先にできる。おい、そこの姉ちゃん。行けるな。人を探してる。
この辺りだ。俺くらいの背丈だ。顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。今そこを走っていきました。逃げ足の早いやつだ。にしてください。大きな地震だったから、あなたが急に止まるなんてできないんでしょ。それでは、何、地震の情報を田中博アナウンサーがお伝えします。今日午前10時4分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度7は川瀬県南部、川瀬県南部は震度7です。震度6弱が川瀬県西部、川瀬県北部。震度5が川瀬県東部。震度4が福崎県東部、富島。こんな時に面接が延期だなんて。母さん、ごめんよ。君も面接ですか？そうよ、面接を受けに来たの。面接延期になっちゃいましたね。どうしてこんな時に限って地震が起きちゃうんでしょうか。なんとか旅費を作ってここまで来たのに。僕は地方からこの会社を受けに来たんです。うちはあまり経済的に余裕がないから、お金を貯めて志望もこの会社一社に絞り込んで、ようやく三次面接にたどり着いたんです。それなのに今日に限って地震が発生して面接が延期になるなんて。もう一度ここに来るための旅費を作れるだろうか。旅費を工面するのに協力してくれた母に合わせる顔がないな。そんな彼の姿を見て私は、母親思いの優しい人みたいね。県西部、震度3が山坂県南部です。あんなに揺れたの、どうなってんだ。初めてよ。火を使っている方は火を消してください。火を使って、いる方は火を消してください。ドライバーの方は十分にご注意ください。
ドライバーの方は十分にご注意ください。安全に止まれるようでしたら左に寄せて停車してハザードランプをつけてください。今回の地震の規模はマグニチュード 8.0 と推定されております。震源地は川瀬県南部です。震源地は県警本部からの情報が入ってまいりました。県内の高速道路の状況ですが現在確認作業を行っております。今後通行止めの可能性がありますのでドライバーの方、高速道路通行中の方は十分にご注意ください。現在高速道路の確認作業を行っております。今後通行止めの可能性がありますのでドライバーの方は十分ご注意ください。今回の地震の規模はマグニチュード 8.0 と推定されております。震源地が川瀬県南部です。震源の深さはおよそ10キロ。地震の規模はマグニチュード 8.0 と推定されています。また県内の道路ですが信号機が消えているところがあります。ドライバーの方、どうしよう。うちの生徒たちどこに行ったの？このままじゃ私学校に戻れない。あのすみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？落ち着いてください。何かあったんですか？すみません。私、この近くにある翡翠学院高校の教師で、比嘉と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて、呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど。もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。分かりました。青いベストの生徒を見つけたら教えますね。本当ですか？ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。あ、お気をつけください。信号機が消えているところがあります。交差点を通過の際はご注意ください。繰り返します。川瀬県南部で大きな地震がありました。エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、
どうしましょう。何よ、私たちに何かよ。お客様、どんな服をお探しですか？何あんた、ここの店員じゃないわね。翡翠学院高校の生徒でしょ。先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。誰？誰なの？動けないのよ。手を貸してちょうだい。綺麗な人だわ。眺めてないで助けてよ。よいしょ。助かったわ。あれ、うちのスタッフじゃないの？
ごめんなさい、スタッフだと思っていたものだから。とにかくここは暗くて危ないから外に出た方が良さそうですね。ずいぶん壊れちゃったのね。助けてくれてありがとう。お礼を忘れてないわよね、明美さん。わかってるわよ。これで納得してね。ところでどうして私の名前知ってるの？明美さんが有名だからよ。え、そうなんだ。ちょっと嬉しいかな。知ってくれてるんなら今更って感じだけど、私ここでデザイナーしてる明美。よろしくね。あなたの名前教えてもらっていい？よろしくね。それじゃあ私、みんなが心配しているから行くわね。あ、そうだ、こんな時だけど、うちの服気に入ったのがあったら試着してみてね。じゃあね。Thank you.
そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのか分からなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。きっといつかあなたの気持ちが生徒にも伝わりますよ。ありがとう。さっき見つけたのは2人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。探さないと。しよう。ごめんなさい。私に何か用ですか。翡翠学院高校の生徒でしょ。先生が探していたよ。え、先生が。これからどうしますか。学校は避難所に指定されてたと思いますけど。そうね、学校に戻るのがいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこくぐっていったら通れそうに見えませんか。本当だ、あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。そうですわね、服が汚れてしまうけど仕方ないですものね。ちょっと危ないわよ、向こうに出られるかどうかも分からないし。そういうことならヒロコ、最初に行って見てきてよ。秀美さん、それは
何言ってるの？そんな。わかりました。ダメよ。それなら私が行くわ。今まで何度も災害で倒壊物に挟まれても必ず助かってきたんだから。任せてください。私が最初にくぐります。ありがとうございます。気をつけてくださいね。すごいわね。あれをくぐらないといけないの？Thank you.
これ、さっきの場所よりひどいじゃないの。もう戻れないじゃないの。みんな気をつけて歩くのよ。今やってきた町の様子を見て、私は困っている人がたくさんいるだろうな。私は今朝、私は位置関係はわからないけど、とにかく今朝この町にやってきた。特に何かをするでも無意に過ごしてきた。今の私はとにかく家に帰りたいと思っているわ。そろそろ横たわっている男性はとても苦しそうだ。私は果たして助かるだろうか。救急車はまだ来ませんか。
ぐ来ると思います。頑張って。そうですか。外の方が安全かわからないよ。店の人間はどこへ行ったんだ。まだかよ。まだかよ。やってくれよ。どうなっているんだ。店の人間はどこへ行ったんだ。早くしてくれないかしら。どこ行ったのよ、店の人。早くしてくれよ。まったくどうなっているんだ。黙って持って行っちゃうぞ。店の人間はどこへ行ったんだ。
まだかよ。いや、助かったよ。お前さんが紙をくれたんだな。お、うちの店員か。ご苦労ご苦労。困った時はお互い様です。悪いな。お前トイレ使うなら気をつけろよ。水が流れないからな。さ、商売商売。いやー、派手に壊れたもんだな。まあいいか、どんな時でも商売商売。さあさあ買った買った。美味しいお弁当がたったの5000円だよ。確かアルバイトの柴の崎さんだったな。そうです、アルバイトの柴野崎です。そうかそうか、うん。しかしわしはここの店長の熊沢だが、当然知っているよな。何を言ってるの。私がここの店長よ。ん、お前が店長？いや、そんなはずはない。いい加減なことを言うんじゃない。さてと、こんな時こそ商売商売。さあさあ買った買った。おいしいお弁当がたったの5000円だよ。
ありがとう。少し生き返ったよ。この黒い T シャツの男性は確か。確かさっきこわもての男の人の後ろ駆け抜けていった。あいつを知ってるのか。ああ、君はあの時あの男に話しかけられてた人か。あの男はまだ近くにいるのかい。私がこの店に入った時には見かけませんでした。そうか、よかった。訳がわからないんだ。いきなり殴りかかってきて。幸か不幸か、地震が起きたから逃げられたけど。君はこれからどうするんだい？とりあえずこの町から出て自宅に帰ろうと思っています。そうか、たまたまこの町に来てたのか。それは災難だったね。ラジオで言ってたけど、陸路はトンネルが崩れていて通れないし、空港はまだ滑走路が使える状況じゃないらしい。だから町から出るなら船で出るしかないみたいだよ。そうだ、それなら頼み事を引き受けてくれないか。僕は大切な人と会う約束をしてるんだ。こんな状況だけど何とかして探そうと思ってる。その鍵は地下鉄のあけぼの宇津木駅のロッカーの鍵だ。中に大切なものが入れてある。それをここから南にある湾岸エリアのフェリー乗り場に持ってきてほしいんだ。僕も約束を済ませたら向かうつもりだけど、間に合わなかったらそのまま町から出ても構わない。この辺りは道が塞がれてるみたいだけど、どこからか出られれば。すまないがお願いするよ。僕はもう少しここで休ませてもらう。さあさあ買った買った、おいしいお弁当がたったの5000円だよ。すみません、ミネラルウォーターは残っていませんか？ミネラルウォーターありますよ。ちょうど最後の1本残ってました。それをください。はい、ミネラルウォーターは2万円になります。2万円は高すぎよ。もっと安くしてあげなさいよ。なんだって？高いだって？嫌なら他で買えばいいんだよ。ちなみにうちはたった今3万円に値上がりしました。さあさあどうだ、ミネラルウォーターがたったの3万円だよ。高いって言ってるのに、なんで値段を上げるのよ。なんだと？ピンポンパンポーン、価格改定のお知らせです。ミネラルウォーターはたった今4万円になりました。あしからず。なんだお前は。お前人の店で何をやってるんだ？いや、お留守だったもので、ちょっとお手伝いをと思いまして。手伝いだって？俺がいつミネラルウォーターを4万円で売りつけてほしいって頼んだんだ。
さてと。私がここの本当のオーナーです。留守の間にご迷惑をおかけしました。ミネラルウォーターは無料で差し上げます。ありがとうございます。では急ぎますので。お前さんも変な輩に抵抗してくれてありがとう。この店の評判が落ちずに済んだよ。お礼と言っちゃなんだが、これを受け取ってくれ。お前さんも困ったことがあったらまた立ち寄ってくれ。まあ何もない店だがな。ところでお前さん、どうしてうちの制服着てるんだい？あなたですか。どうやら辺りの道路は全部崩れたビルで塞がってるみたいですね。比嘉先生、
ちょっと先生、私たちここに閉じ込められてるんじゃないですか。家に帰りたいよ。先生、なんとかしてよ。落ち着いて、焦って無理をしないようにしましょう。比嘉先生、手を洗いたいのですけど、どこも水が出ないんです。なんとかしてくださいませんか。さっきの地震で水道が止まったので、気になるならハンカチなどで拭いておいてください。私は水で手を洗いたいのですけど。大きな地震が起きたの。今まで普通にできたことはできないと思っていた方がいいわ。このあとまた大きな余震があるかもしれないわ。建物が崩れてくると危ないから、この辺りにいましょう。先生、この状況なのに随分と冷静でいらっしゃるのね。今まで何度か被災しているからね。といっても倒れてきたものに足を挟まれて動けなくなってただけなんだけど、必ず救助が来るわ。それまで頑張りましょう。ああ、でも私たち被災者になっちゃったんですよね。まさか自分がこんな目に遭うなんてな。ひろこったら、こんな大変な時でも一人で行動するなんて、ほんと空気の読めない子よね。通る道だけど、全然違って見える。大きなビルが倒れてくるようじゃ、分からないよ。怖くてどこも歩けんな。こんな大きなビルが倒れているんだから、先には進めないよね。近づかない方が良さそう。ビルが倒れてくるようじゃ、街が壊れると。こんな大きなビルが倒れているんだから、先には進めないよな。
けに来てくれたんですか。よかった、一人取り残されてどうしようかと思ってました。なぜ一人なの。私この会社に就職面接を受けに来たんですけど、トイレに入っている時に地震が起きちゃって、開かなくなったドアに悪戦苦闘しているうちにみんないなくなっていました。降りようにも通路が途中で塞がっていて。ここは危険だわ、とにかく外へ出ましょう。そうですね、出ましょう。ここまで来れば大丈夫ですよね。そんな彼女を見て
私は。かわいいわ。私、笠原弥生って言います。あなたの名前、教えてもらっていいですか？素敵な名前ですね。私、もう少しここで休んでいきます。すごく大きな地震みたいだけど、気をつけてくださいね。また会えるといいわね。そうですね。